こんにちは、シカノマです。本日は私の大好きな韓国コスメのイニスフリーで Get Ready With Me をお送りいたします。よかったら一緒に準備していきましょう。今日使うスキンケアは日本でも大人気のグリーンティースキンケアラインです。これはグリーンティーシードセラムと言いまして、洗顔後すぐ使うことによって乾燥しがちな洗顔後の肌に潤いをチャージしてくれるんです。今日肌が調子悪いんでちょっと遠目から撮りますね。次に使うのはグリーンティーシードスキンと言いまして、これは化粧水でございます。すっと馴染んでさっぱりとしたつけ心地なんですけど、乾燥を感じさせないところが乾燥肌にとっても嬉しいポイントですね。12月の初めに2019年のベストスキンケアを紹介したんですけど、その後にこのイニスリーのグリーンティースキンケアラインに出会ったんですよ。しかもこの子たちに出会ったのはベストスキンケアを紹介した2日後。もっと早くから出会いたかったです。で、次に使うのはエッセンスインローションですね。乳液です。こちら美容液と乳液の2 in 1で2つの効果で肌の潤いを保ってくれます。塗った直後お肌がもちもちになってツヤ感が出るんですけど、次の朝まで乾燥を感じないんですよね、これ。私去年からイニスフリーのチェジュ島の洗顔をずっと使っておりまして、もう今スキンケア全部イニスフリーで最強です。あとツイッターとかリプスにも結構ね、イニスフリーのスキンケアはレポしてるので、気になった方は見てみてください。それでは早速メイクに移りたいと思います。今回使う下地はポアブラープライマーです。こちら見ていただいたらわかると思うんですけど、ものすごく柔らかくて、保湿クリームですかって聞きたくなるぐらい潤いのある化粧下地でございます。こちら下地なんですけど、スキンケア成分も配合されてるので日中の乾燥対策にもなります。毛穴の凹凸をきれいにカバーしてくれるので、乾燥肌さんとか毛穴気になる方におすすめです。下地をつけたらウォーターフィットクッションファンデを塗っていきます。今回は N21 番を使っております。比較しやすいように半顔ずつ塗っていきたいと思います。さあ、この厄介なニキビ跡がどれだけ隠れるのか、カバー力を見ていきましょう。私しつこいほど言うんですけど、マジで超乾燥肌なんですよ。でもこれはですね、日中メイクをしながらスキンケアができるアイテムなんです。一番最初のスキンケアでグリーンティーシリーズを紹介したじゃないですか。そのグリーンティーエキスが贅沢に配合されておりまして、寒い時に外に出ても潤ってる感じがして乾燥を感じないのがものすごく嬉しいです。はい、画面の右側の半顔だけ塗ってみたんですけど、比較していかがでしょうか。薄付きなのにカバー力もあって、小鼻部分もね、綺麗に埋まってくれました。私結構厚塗りしたんですけど、なのに素肌感があって綺麗な仕上がりですね。白浮きしないようにいつも暗い色塗るんですけど、今回 N21 番でも浮かずに使えました。色味は3種類あって、一番ナチュラルな真ん中の色味です。最近夜中にサイコパス見すぎて、このクマですよ、やばくないですか。そんな青クマお化けな私の救世主がアイコンシーラー、間違った、マイコンシーラーアンダーアイカバーです。これはね、目元のクマに特化したコンシーラーでございまして、色味が2つございます。1つ目が青クマカバーに最適なサーモンベージュで、2つ目が着マカバーに最適なピンクベージュでございます。もうずっと寝不足で毎日のようにこれ使ってるんですけど、揺れにくくて乾燥もしにくいです。で、さっき使ったクッションファンデのパフでなじませていきます。マジでクッションファンデのパフが一番なじみやすい。しかも厚塗り感に見えなくないですか。はい、クマを消してみました。鹿の間さんもかなりご機嫌ですね。で、次に使うのはマイコンシーラーワイドカバーでございます。こちらはですね、毛穴や赤み、色ムラなど広範囲に特化したコンシーラーです。今回私は赤みとくすみがね、出やすい鼻の横部分と唇の周りですね、に塗っていきました。唇の横って結構くすみがすごいので、塗るのと塗らないのじゃ全然違います。なんで笑いよんか、うち。はよ塗れ。薄く塗っても伸びてくれるので、厚塗り感が全然ないですね。しかもね、いろいろ見てるとね、なんか保湿成分結構配合されてるので、肌に潤いを与えてくれるみたいです。冬とか最強じゃないですか、これ。そしてマイコンシーラー3つ目です。次はスポットカバーですね。これすごいですよ。こんな形初めて見ました。これはですね、滑らかにフィットしてシミやニキビ跡に重点的にね、目立たなくする部分用のハイカバーコンシーラーです。これさ、どうやって塗るんって思えたら、ちゃんとね、ブラシが入ってたんですよ。びっくり。しかもちゃんとした長いブラシ。はい、これくらい取ってニキビ跡に塗っていきます。固形タイプのね、コンシーラーなんですけど、結構クリーミーなテクスチャーで、薄く滑らかに伸びて、シミとかニキビ跡を目立たなく自然にカバーしてくれます。
はい、ごついニキビ跡を消してみたんですけど、いかがでしょうか。なんか凹凸感がなくなって自然に馴染んでくれますね。ベースの仕上げはポアプラパウダーを使っていきます。キメの細かいパウダーが気になる毛穴やデコボコをねぼかして目立たなくしてくれます。さらにねテカリを抑えてくれるので、思わず触りたくなるようなふわふわなスムーズな肌へと仕上げてくれます。そしてベースが終わったら眉毛を描いていきたいと思います。今回使うのはツートンアイブロウキットです。私が大好きなアイブロウパウダーです。これ筆がね結構描きやすくて細めの筆なので、まずは眉尻から描いていきます。今回は全部薄い色を使って眉毛を描いています。しかもねこれ結構色がつきやすいんですよ、濃い発色。片方の眉毛は飛ばします。眉毛が終わったら次はマイコントワリングを使って鼻筋を描いていきます。最近鼻筋は眉頭から若干離れたこの部分だけしか塗ってない。そして指でぼかします。そしてお次はチークを塗っていきたいと思います。今回はちょっとピンク味のあるチークを使ってみます。このピンクは若干ね肌色というかオレンジ味があるのでイエベさんも使えます。そしてチークが終わったらアイシャドウを塗っていきます。今回は2色使いますよ。まず最初に使うのは39番のお色味です。コーラルピンクにゴールドラメがたくさん入った可愛らしいお色味です。これを眉下のまぶた全体に塗っていきたいと思います。私韓国に行ったらイニスフリーのアイシャドウ絶対1色は買っちゃうんですよね。早く福岡に店舗できてほしいです。しっとりとしていて柔らかい粉質なので、まぶたに塗った時に綺麗にフィットして長時間キープしてくれます。見てください、アイシャドウ塗ってみたんですけどいかがでしょうか。冬ってやっぱ透明感大事だと思うんですよ。なのでまぶたにツヤがあるとね肌も白く見えますし透明感が出ると思います。お次は25番のお色味を使って三角ゾーンに塗っていきたいと思います。イニスフリーに行ったことある人ならわかると思うんですけど、カラバリがめっちゃ豊富なんですよ。それプラス限定カラーも豊富に発売されるんで毎回色選びが楽しいんですよね。しかも超がつくほどお手頃価格で、本当イニスフリー様々ですよ。いつもありがとうございます。アイシャドウが終わったらアイラインを引いていきます。今回使うのはリアルラスティングアイライナーです。これすごいですよ、取れんかった。今回もいつも通り目尻だけに引いていきたいと思います。このアイライナーですね、めちゃくちゃ塗りやすくて発色も良くて、あと長時間保ってくれるのにメイクオフめっちゃ簡単なんですよ。いつもの化粧落とし使ってもスルッと取れました。こんな素晴らしいアイライナーが840円ってマジ安いっすよね。しかもこれ目元ケア成分も配合されてます。すごいな。もうそしてアイライナーが終わったらマスカラを使っていきたいと思います。今回使うのはスキニーマイクロカラーです。これねまつげ一本一本にしっかりと密着してくれて、ものすごく目力がアップします。あのなんて言ったらいいって言うの、まつげとまつげがくっつかない、ダマになりにくい。しかもね持ち上げてキープ力がすごいんですよね。うちまつげパーマしとったっけと思うぐらいまつげが上がるんです。はい、マスカラ塗ってみたんですけどいかがでしょうか。めっちゃ綺麗じゃないですか、まつげ。ラストでございます。最後に紹介するのはビビットコットンインクティントです。これ私一回ツイッター載せてバズったやつ、めっちゃ好きなんですよね。このティントのびっくりしたところは、びっくりするぐらいスルスルって塗れるのに綺麗なマットに仕上がるんです。このヌードっぽいねリップの色味が可愛いですよね。よかったらねぜひ今回の動画も参考にしていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。